どうも、ボビーアートレザーのボビーです。ねバレンタインも終わり、今週からですね、またあ新しい1週間が始まりましたね。今日は165回目のおライブ配信になります。大阪のですねボビーアートレザーのアトリエからライブでお届けしております、ね。今日は比較の話、月曜日いつもまあ比較ね、ね川ですよ。川 経営の話かなそれに類するようなお話をおさせていただこうかなと思ってます。えー、今日何しようかなと思って。えー、よあの。予告もなしにね、えー、普通はもう予告をちゃんと、する、するんですけどね。なかなか、決まりませんでしたで、今日は政務側。ね。えー、多分ね、皆さんご存知だと思います。政務側。ね。えー、かちゃいますよ。あの、政務側ちゃいますよ。政務側。 ね、セ、えーム川というとですね、えー、こ,ここ反物みたいなありますけどね、えー、こういう初々ういういしいこの、ね、油でな、えー、めしたというようなね、えー、このまあパッと見あの緊張させたみたいでしょ。<laughs> <laughs> ねえちょっと待ってよまあこんな感じですよ。まあ何本かあるんですけどねまあそのうちこれまあ、えー、ねセーム川。 えー、まあ、多分あのこんなに、えー、大きいセ西武川は <laughs> あ多分ね見る機会はないと思うんですけど、うん、えっ、ー、とですねあのー、まあ,あえー、っとそうやねまあ、鹿,鹿の皮とかねえー、まあきょんこじけたきょんかなあそういう目の細かい皮、えー、をですね、えー 使ってですね、えーまあ、クリーニングとか,あめ、まあ、か平たく言えばメガネ拭きで皆さん使ってるんちゃいますかね、えー、それとか、あのー、金属とかねあのあのほらこうシルバーとかあるじゃないですかリングとか、ね、あと、えー、ネックレスとかあそういう貴金属とかね磨いたりとかあ、まあ、カメラのレンズもそうですね、えーまあ、僕とかでっパソコンも拭きますし、あのー、ギターにギターケースにね、あのー <laughs> もうぐちゃぐちゃになってポポンと入れてますけどね、えー、ギターけギターを磨いたりとか、あそういうね、手入れをお手入れをするのにね、非常に適したレザーですね。えー、まあはっきり言って、えー、ね、えーこ、こんなね難問かあるんですけど、えー、どうすんねんって感じだけどね。まあ一時期ねあの昔ね、えー、オーダーいただいた作品でですね。 えっと内張りを携帯かな当時 PHS かなあの携帯のうち、えー、ケースのです、ね、内張りにねセ、えームガを貼って <laughs>、ねえーあのまあ、非常にいい、まあ、あなんですかハイグレードな <laughs>、えー、PHS ケースを製、ね、作させてもらいましたね。えーでまあ、普段は 昔10年以上前に僕買ったかなまあこれまたあのまあ部分的にカットはしてるんですけどまああのここ,これ多分去年やと思いますねちょっと今シュワシュワになってますけどね、えー、ある程度こう,こうハサミでカットしてるんですねなんでか言ったらあのー、ちょっとしたものにえーうんぱきえー、何ですかちょっと拭く何か物を拭くのに、えー、入れたりねあのもう本当にメガネとか拭くにはもう最高ですね あのパまあパソコンもそうですし、えー、今やったらこのほらあのこれスマホとかね、もうここれでこうやったらもうピカピカですよ。もうピカピカ、もうわかります？このねピカピカ。でえー、っとですね。あとたあ例えばこれねこれこれもみちょっと見まましょうか。ねもう軽くこうね撫でてあげて。うん。 これだけでも,もうこれ,これこ見えますかね,ねあのあちょっと見えにくいかね、えー、ピントが合いませんね、うん、けどもうピカピカですよであのー、まあ眉とかああいう感じの分でみたいな感じで、えー、こまあ非常に木面も細かいっていうことですね、あのー、洗顔とかねこう するのにあ,まあ、あとはこう,こうやったらもう油取り紙み,みたいに、えー、肌にもええとも思いますねこれ特にきょんとかそういう,う小時間のかとかねそういう細かい繊維のお場合はですねうんえー、いいと思いますまあこれもあの人工とかあ天然とかいろいろね素材はあったりするんですけどお僕のはこれ天然ですねでもこう,こうやって今こう触ってるでしょあの いいい感じのるがあるんですね。うん。で、まあ、最初これをねえっとねえ仕入れた時にですね、えー、まああんまりたまにあの問屋とか行った時に乳化してたりするんでであもうこれ買って帰るわで、まで、あ、最初はボビーアトレザーのい、あのー、夜勤をしてですね、えー 1 5ンチかそれぐらいにしてね販売しようかなと思ったりもしてたんですね、えー、だけど今のところ、まあ、そのままですね何でか言ったら、あのーまあ、ネットを見た時にまあ、あのーまあ、1 5ンチぐらいかな1 0チ十1 5ンチぐらいのねあのカットした状態ですね、えー、ま,ずいやまあまああのー、リーズナブルに結構売ってるんでね、あのー これぐらいでえこれぐらいかなこれぐらいで1000円切るか切らんかぐらいかなあのネットとかやったらぐらいで売ってるしうんまあこのね、こういうぐらいの大きいの欲しいよって言うんやったらあの全然連絡くれたらあの全然連絡対応させていただきますんでね。それとかあなんかの内装でこれを使ってほしいとかね。大事なものを入れるとかね。 なかなかこう,こ,ういうこういう面積のある状態はなかなかないですね。うん、これはいいで,す、ねいいですね、とか、まああのー、非常に、えー、肌触りもいいですし、うん、手入れもそんなにいらないですしね、あのーまあ、水でか軽く中性洗,洗剤でねこうままあ、ママレモンみたいなもんでねこうちょっとこうしてであの 直射日光には当てないですよねこう干す時にねほんならもうカッチカチなるからね出なしに、えー、こうまあ陰干しっていうかあの風通しのいいところで置いとけばあ何,何回でも使えるしねしばらくちょっとおこの <laughs> ねもうまあこれ切れ端に見えるけども、まあ、切れ端っちゃ切れ端だけどこれもうあの個人的にいろいろねこうカットしてあの パソコンを拭いたりとか、えー、にね普段掃除するのにね、えー、使ってるんでねあれですけど、えー、こうセームガーの、ね、これを、ね、もうひょっとしたら僕もこれをねつつ続けて,て、えー、ちょっとこう油取り紙みたいな感じにしたり、えー、まあ洗顔の時にこう一回ちょっと使ってみましょうかねあのそれでまあ僕があの肌がツヤツヤになったらあ効果があるん かなっていう感じで思いますけどね。うん。<laughs> まあ今日はですね。えー、まああのまあ千でもよく見るセイモガのことについてね、えー、お話をさせていただきました。まあそんな感じであのー、いろんなレーザーをねもありますし、うんあのセイモガはねあの天然のセイモガワねあのー。 持って言ってもいいと思います。あのー、ありありやと思います。うん。これまああのー、こんな感じで大きいのやったらね、えー、アドレニンもありますし、えー、ねあのー、大きい面積で、えー、よかったらあのー、カットしてくださいみたいなのたらあのカットしますしね。うん。でまあそれとかなんかねあのー、いろいろ。 あのお役立ていただければなとも思いますしあのー、これはまあ、このね大きい状態よりももうあのー、これぐらいのちっちゃくして、えー、結構使小出しに小出しにじゃないけどねちょっとずつかな使ってもらうのもいいありかなと思いますね。うんあのー、これはうんとね何て言うんだろう柔らかいしまああの素材をまあ、な,なんかこうね 今はいろいろ科学技術も発達して、えー、いろんな人工のねいろんなこう眼鏡拭きとかいろいろあるじゃないですかねそれにひそれでもこれも普通の,あのレザーじゃないですかさやけどそ全然引きを取らないぐらいあのー、いいよ <laughs> あのね触ってたら分かる分からな今こうやって、えー、こう喋ってるでしょこの,この手に持って、まあ、ものすごいすべすべなんですようん なんんかえ,ええ感じのやっぱ油ででめししてるらしいんですよね僕もあのねあの実際僕がこ,これを試してやってるわけでもないんで、えー、あの細かいことはあお話はできないですけどあのー、本当にねあのワイングラスとか、まあ、グラスとかのとこにいいでしょうね、うん、あのほこりも立たへんしね、うん、言うほど。で優しいし軽いし、うん、扱いやすいし。 うんあのいろんなところで多分お、まあ、ネットでしもそうだしまあハンズみたいなところね東京ハンズみたいなところでもお買えるんじゃないですかね。うんああのまあ、奈良県のねだい大体鹿やから奈良のおでいろいろあるとあの売ってると思うんですけどうんあの今日はね「専、えー、務側一、まあこれまああは素材としては一押しになりますね。 えー、そんな感じで今日はセ、えー、務側についてですね、えー、お話をさせていただきましたまあ明日はですね、えーまあ、作品の話ということですね、えー、まああのキャスケットをねずっと3週にわたって、えー、お話ししてきましたけどもおまあ明日はどうしようかなハンチングハンチング棒ねハンチング棒のお,お話を 軽くねさせていただきたいなと思います。それでは、ああ今週もですね、えー、素敵な一週間をお過ごしください。ボビーでした。じゃあね。バー。